で、まずですね、メールアドレスを絶対ゲットしたいわけです。全員の。私も高校の教員長かったんですけども、高校だとまあ毎日大体会いますけども、大学に行った当初はですね、まあ、1週に1遍しか会わないので、何か思っても、それが反映されるのが2週間先になっちゃうんですね。これで力がつくわけないって当初思ってたんですけども、最近もう本当に、年度の最初にですね、全員この場で、携帯でこの私の、Gmail のアドレスにメール、今送れっていうふうに言ってですね、必ず全員ゲットしてしまって、Gmail ですからグループごとになってますので、例えば5クラスであってもその5つのグループを作って、全部BCC で非常に頻繁に連絡をするようにしています。で、連絡といってもですね、いわゆるその事務連絡というよりも、今日の授業について、例えば英作文を出させて、こういう間違いですね、があったとかね、まあいい三単形の S もちゃんと言いますよ、とかね、そういうことは英語に関することが多いです。で、課題についても後から思いついてもすぐにできますので、なんといっても向こう持ってる携帯を持ってますからね、まあ、なるべく真夜中には出さないようにしてますけれども、いつでもどこでも出すようにして、私がいなくても常にこっちのことを考えざるを得ないようにしております。からですね、座席は絶対に固定します。これ座席を固定しない人がいるのは私信じられないんですけども、どうして固定しないんですかね。固定するだけでそのパッと見てその誰がいないかも分かりますし、何度か続けて例えば写真を撮ってすれば、まあ1ヶ月ぐらいで全員の顔はなんとなく覚えてきますので、そうするとも全然授業の効果も、違ってきます。やっぱり学生にしても自分のことをだからなんていうかその名前というか一応自分を一人一人知っていると思うと思わないと全然違いますので、もう絶対固定はした方がいいと思います。これも自分でですね作ればいいわけなので、最初の授業で、まあ、好きなように座らせておいてそれでいいかということで、固定してしまえばペンワークともやりやすくなります。で、次ですね、予習シートなんですけども、毎回必ず予習のシートを持参させます。で、いろんな授業がございまして、いわゆる普通のその英語の授業もあれば、私の場合ですと英語化教育法関係のそういうコンテンツの授業もあれば、音声学の授業もありますけども、授業の目的に応じて何らかの必ずその紙のシートを予習してさせて持ってこさせるようにしてます。で、予習の内容はですね、様々で、まあ、その日のやる教材を英語で要約させてみたり、英語の英単語の定義を書かせてみたりしてます。で、先ほどその英語のですね、単語について訳語で導入する方がいいという話があったんですけども、よく定義を書かせて聞いて、その定義を使う意味はそのターゲットワードの意味を把握することという、まあ、というよりもプラスその定義の方の、知っている単語を使って説明の方を使って、まあ、スピーキングさせたいという意図もございます。でですね、コンテンツ科目であれば、最近ですね、指定した英文を覚えさせてくるようにしています。以前ですね、英語教育法であると、例えばその私の自分の、まあ、自分の著書、日本語の著書を使って、それを英語で要約してこいみたいなですね、そのセクションごとに。そういう課題出してたんですけども、そうすると分かると思いますけども、まあ、英語の質がなかなかバラバラで、それをさらに添削したりしてたんですけども、ちょっと考えを変えて、だったら最初に答えと言いましょうか、私が自分の著書を英語に要約してしまったものを出して、その代わりこれを覚えてこいと。いうふうにやった方が結局その単語も覚えるし、表現も覚えるのかなと思い出しまして、ここ2年くらい実践始めました。例えば、まあ、日本人英語で十分か大きな勘違いとかですね、でこういうこのテーマ、これがテーマの前、こういうぐらいのですね、この私の著書の一つのセクションの、まあ、英語の、まあ、100、まあ、2、30ですけど、これをまあ覚えてきて、で最初 の10分、まあ、8分ぐらいで暗射して、次の5分間で、まあ1語ずつ丸をつけて、それがまあ何点ってなるような、そういうことですね。でとか、あるいは音声学であれば、まあ、アスペレーションの話ですけど、これをまあ覚えてこさせて、かつこの日はもちろんそのアスペレーション、
にも気にしながら何するかっていうと、この英文を使った発音訓練をその後ずっとやります。でだから、まあ、音声学にしても音声教育法にしても、こういうことがあるんだよという概念を日本語で分け合っても仕方ない科目だと私は思いますので、その伝えさせたいコンテンツを使ったスキルトレーニングをしたらいいんじゃないかなと思って、ここのところやっています。ではですね、最初に必ず小テストします。いろんな意味あるんですけども、小テスト最初にやらないと遅刻してくるものがいるということで、大学生大学ですのでね、必ずします。で、単語テストもあれば、先ほどのコンテンツ科目であればそれ全部アンシャステストにもなります。でですね、先ほどその必ず予習シートを持ってこさせるというのにはその意味もありません。つまり紙を持ってこさせて、その裏を使って必ず何かのその日のテストとかをしたいわけなんですね。だから自分でいちいち紙を持っていかずに、とにかく学生が何か紙があるからその場で思いついたテストもすぐできるというのがとても大事、私の場合大事です。で、単語はペアワークを使ったりして、定義の方を使ったスピーキングの練習をしたりですね、あとですね、メインの活動はですね、私ぐるぐると呼んでいる活動でして、ぐるぐる何かと言いますと、要するにですね、指定した文を、顔を上げてウィリアム・ブックアップの形で私教員の目を見ながら、きちんとした発音で言えたら丸っていう、そういう活動なんですね。で、その指定した英文の種類はいろいろでして、その普通の英語の授業であれば英語の教科書の中のこの指定した箇所を使いますし、先ほどのこれでしたら、そうですね、スラッシュをつけて、例えば1番だったら、例えばレベルによりますけど、このくらいですかね。ここにやめました。例えば最初の区切り1番は、例えばこれだよとかって決めてですね、なんか最初はだからパッとこう一応基本形を覚えてきてますので、顔を上げて Today because the number of non-native speakers of English far exceeds that of native speakers って言えたら丸とかね、言えなかったり発音になれたら×というのを延々に繰り返すと。で、でここはなんか丸になった人は次の、例えば some から、some insist that it is permissible or even desirable くらいできるレベルもありますし、もうちょっとだったらジャパニーズ・リポート・スピーク・ジャパニーズ・エンゴシまで全部で2番っていう、いろんなそのレベルは学生に応じても変えますけども、そういう使ったぐるぐる活動というのをやっていきます。これはメインですね。で人、私がぐるぐるぐる学生の間を回るかぐるぐるなんですけども、でぐるぐるのいいところはですね、基本的には個人、ワンオンワンの個人コーチングかつテスティングなんですけど、個人コーチングをしているときに他の学生が黙ってなくて良いというのがグループの本質で、次のラウンドが来るまで自分の一生懸命練習しているという、そういう効果があります。で、コート判定丸が出たら10点 で、今日じゃあ僕は丸を、これももらったら50点ということで、先ほどの小テストに加えてその50点とか書き込むですね。で、ぐるぐるするときにですね、そのリズムも重視して、これはスペースタイムリズムで言えよというふうに言ったりですね、あるいは英語化教育法であれば、例えば小学生に教えることも考慮して、スキップを踏ませたりですね、することあります。ちょっとですね、これ R の発音の練習の例文で、言ってる例文はですね、very boring, very boring, Harry's very boring っていう、そういう文をですね、スキップしながら very boring, very boring, Harry's very boring っていう、インターボーカリックな R の練習をしてる、そういうぐるぐる発音のようですね。だからぐるぐるの間はですね、とにかく近づく、だいたい30センチ程度までとにかく近づく、
で、男子であれば積極的にもう初対面からも唇をつまんで、あの B と B などの指導はとにかくすると。女子の場合はつままないけども、あたかもつまむくらいの勢いで、まあこうだよ、あの私はニコニコ女子と呼んでるんですけども、とにかくですね、普段からこうニコ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 してて、もうデフォルトの顔がですね、アナウンサーのように、あの 上の歯が見えてる女子は非常に多いんですね。で見てるともう日本語のというか癖ですね、魔行も破行もバイオ営業じゃなくって、あの営業伝達で言う癖がついてるんです。その時にもあの Dream とかって言っても、Dream こういう感じですね、M を言うので取るっていうような、そういうです、ね、指導は、ね、男であればちゃんとこうやってつまみますけども、まあ、女子ではつまむと思うんで、なのでもうつまむっていうふうに、まあでね、歌も非常によく使えます、ね、ちょっと 歌はですね、別の意味で非常によく使ってまして、あの歌の音節、歌の歌詞の音節というのは音符とぴったりとあの一スレでほぼ作られてるんですね。ということはあの歌のメロディーに合わせて歌わない、歌おうとすると、日本語 の母音ソングではなくって英語のセラボで歌わざるを得なくなるので、非常に、英語のセラボの練習があるのでよく使っております。からですね、あ、で暗写を併用ですね、まあ、これは先ほど言いましたけども、あの暗写文を書いてこいというだけでなくて、普通の授業であの1番この文、2番この文というふうにやった後に、言えた文はあの空で書けるようにということで、書き終わったら各自一語言って全て自己採点ということです。ですから、予習シートを持ってきてますので、もう白紙が1枚ありますので、どんなことでもとにかく、じゃあこれやって、はい、じゃあこれ1個5点ねとか、1個10点ねってやって、その場で本人たちが書き込んでますので、授業終わった後にその紙を回収すると、学生によって、じゃあ今日この子はじゃあ今日89点、この子は135点とかなってます。それを全て毎回毎回ずっとこう、蓄積していくのが、私の、授業でですね。で活動の難度は、その学生のレベルに合わせてアダプトします。上級のクラスであればもうちょっとチャレンジングな活動も、併用したり、します。で、英作文のフィードバックですね。英作文はですね、よくやるんですけども、それはですね、集めて赤を入れてんですけども、それだけだとその本人だけにしか伝わりませんので、非常に効率が悪いんですから、集めてきましたら典型的な誤りありますので、それは全部こうパソコンで打ちまして、全部名前付けてですね、田中君の作品何名、高橋君の作品何名って名前付けてですね、全員のさ、メールに送っておきます。だからこれがだから今日の To be corrected なんで、次回までにコレクション考えとけという、まあ、そういうことですね。で、次回の授業は何をするかというと、その送ったのをあとこうスクリーンに移しまして、それをみんなで直すんですけども、直すときに全員立たせまして、じゃあここここがだからおかしいですとかね、こう直しますって言って、それがちゃんとした指摘であればまあ座って直したということで、まあ、一人ずつ座っていまして、一番最後に残った子はまあ歌を歌うと、まあ、その時に練習して歌を歌うですね、まあ、そういった形で、まあ、座れたら10点っていうこともありますし、座った後にも手を挙げてまた OK ならさらに10点でいいよっていうような形で、もうとにかく点数主義ですね。で点数主義というよりも、まあ、これ記録しといていいよっていう形で、学生式記録しています。でですね、評価は平常点でということで、私もそうですね、大学に来てからもうしばらくもう十数年は定期テストを全くしなくなりました。で、その毎日の予習シートの積み重ねがほぼ全てです。ほぼといったのは、いわゆるその、事務方がやってくる定期試験の期間何しないんですけども、最終授業に、最後 のテストとして授業内でやることはありますけども、あくまでインフォーマルにやって、学生の側からするとその何ていうか、その毎回の積み重ねということで、時間が来ましたので、終了いたします。ありがとうございました。